アルダビールのサフィアティーン病、シャイフ・サフィアティーン・イスハーク・アルダビーリーは、サファビー教団の教主、ツーフィーである。彼自身の生涯の前半はよくわかっておらず、ペルシア人ともクルド人とも考えられている。我々が知るサフィーのほとんどが、サフィーを支持した人々が書き連ねた、著作物を経由している。サフィーは、クルド語によく似たペルシア語の方言である古典タット語で、 死を残している。サフィア・ティーンは、ザヒード・ギーラーニーの思想を受け継いでいる。ギーラーニーは、自身の娘であるファーティマを、サフィーに嫁がせている。サフィーもまた、自らの娘をギーラーニーの第二子に嫁がせている。サフィーの登場以後、170年間で、サファビー教団は、政治的権力を取得し、最終的には16世紀には、サファビー朝の建国に至った。 教団が王朝を建国するに至るようになったのは、信者から多くの財産の寄進を受けると同時に、不動産を大量に購入し、経済的基盤を確立したことにあった。サフィーは死後、アルダビール市内に建設されたサフィー・アッティーン病に埋葬された。サフィー・アッティーン病は2010年、ユネスコの世界遺産に登録された。 AB ・リチャード・タパー、フロンティア・ノーマズ・オブ・イラン、A ・ポリティカルソーシャルヒストリー・オブ・ザ・シャー・ゼブン、ケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス、1997、ISBN9 長7805億2158万33367、P39、メイヤーズ・コンバーセシャンズ、レキシーコン、ボリュームトゥエルブ、P873、オリジナルジャーマンエディション、ペゼヤン、 イブン・バゼス・エンサイクロペディア・イラニカ、ハネダ・ピアニッシも194から195。ありがとうございます。